はい、夢でーす。はい、この動画5本目です。これはですね、こんな続くのはあんまないんじゃない。本当だよ、もう1期間でもパート3まで。確かに、この動画はね、グリーティングで、キャラクターをバッチリ撮る方法ってレクチャー動画になります、はい、第5弾はホライズンです、うん、ホライズン、はい、ホライズン聞いて。俺この新小杉になってから行ったことがない。あと、はい、すんげえ昔に行った時も、はい、俺シャメかなんかで自分のデジタル一眼で、はい、俺ホライズンで撮ったことがない。だから全然わかんない。旧コスも持ってくればよかったかな。そうだね、あの青いやつしか知らないんだよな。じゃあ今ホライズンは写真3枚あるよ。まずどれでしょうか。一番撮りやすいのがこれ、はい、じゃあこのホライズン、はい、これ場所がいいね、壁で、あの突き当たりのところだよね。こっち側にしてくれたの。あ、本当、はい、これ設定は、はい、はい、ですね、シャッタースピード160分の1160、はい、F2 ISO 400、これも同じだね、はい、変わんないね。まあまあ F 値がちょっと明るくなったかなぐらい、ね、F2 ってすごくない。そうですね、これはまあちょっとフォーカス、オートフォーカス難しいんですけど、うん、多分胴体に合わせてやっぱり、はい、今聞いて俺もと思ったんだが、はい、これ人によるんだけども、はい、これ背景ぼかしたくない、特に壁だから F2 にしても背景ぼけないので、はい、これはボケが期待できない位置取りだから、俺こういう場合は4とか 5.6 に絞るね、俺だったら。あ、うん、そうですね、なぜピンボケのリスクがある F4 で F2 にしてんの。どっちに来るか分からなかったんですよね。なるほど、が、うん、これ反対側になっちゃうと、うん、もうゲストがいっぱい入ってなっちゃうし、 そうだよね、それでちょっとこう、うん、やるのもリスクが、あの手元の変更するリスクもあったので、うん、確かに時短という部分ですね、うん、まあ、かこっち側って分かってたら、うん、シャッタースピード60分の1にして、うん、F 値 5.6 とかだよね、はい、そっか。でもリスクがある中でもちゃんと綺麗に撮れてるね。まあまあ、もうあの自分の中で、うん、だいぶ諦めてるから。諦めて、いや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 。でも、まあ、アップで見るとピンと甘いかもしれないけど、全然気にならないよ。一応 F2 で胴体に合わせておけば、うん、なるほど、まあ、鼻ピンはないなというふうには自分の中で、うんうんうん、なるほどね、はい、で天井バウンスね。天井バウンス、ホライズン天井高いけどどう。ここは低いんですよ。あ、ほんと、こう段になってて、こう段が、あ、こうちょうどこの入り口のすぐ真横で、へ、天井低いところ、本当、天井白い？茶色い？茶色です。覚えて、茶色？茶色です。あ、でも綺麗だよ。ホワイトバランスローで取っていじった。そうですね。基本的にすべてローで取って後からいじるっていう方式にはしてる。オッケー、オッケー。ホワイトバランス3700。あ、やっぱ相当黄色いんだね、じゃあ。はい、本当だ。オッケー。じゃあこれは今まで話した通りの設定だよね。はい、OK、ところがホライズンはもう窓際がね、そうなんですよ、すごい肝というかですね、まあ、大部分が窓際というか自然光の入るエリア、ね、じゃあまずはこの順光って言って光がさんさんに注がれてる方ですね、はい、これはすんごい光が入ってる。入ってますね。ね、ミッキーの鼻を見て、すごい窓ガラスのガラスをいっぱい浴びてるので、そうですね、ものすごいこれ光を浴びてるこのミッキー、はい、これも実はですね、設定ほぼ変わらない。え、そうなの、いくつ一応、はい、シャッタースピード180分の1、180、早いね、うん、F2.8 ちょっと絞ってる、うん、ただ ISO が800です。あ、今日上げてるね、はい、え、こんな軽いのに。そうなんですね。これなんか覚えてる。これもやっぱり、うん、逆光になるか、うん、自然か順光になるかちょっと分からない、分かんなくて、うん、とりあえず撮ってみてから変えようって思ったら、うん、問題なかった、あの結果良かったです。あ、これロー現像で、ロー現像です、天井バウンス、天井バウンス、これ天井高いでしょ、ここ高いですよ、高いよね、はい、うん、多分この時は天井バウンス、あのストロボのパワーで調整してたと思うんですけど、うんうん、言うても、うん、あの天井バウンスでも斜め後ろにするので、うん、自然光が結局同じ方向で来るんですよ。そうだよね、あんま立たらなくても変わんない、うん、これ自然光でこんだけ撮れてたかもしれないね。そうです ね、ノーストロボで、うん、ノーストロボ行けたかもしれない、はい、ホライズンで夜はないんだよね、6時半とかがある、ね、あ、じゃあ日没、冬だと6時半暗いもんね。暗いですね。あ、逆に暗くなってから行くのもいいよね、あのやりやすいというか、うん、窓が大きいと自然光で明るさが変わるんだが、夜の方が実は撮りやすいって場合もあるので、そうですね、ね、
まあ、ケースバイ、本人腕次第ですね。腕次第によっては夜の方が取りやすい場合もあるので、はい、そっか、これは相当光きてるな。じゃあそして鬼門のミニーちゃん、逆光のミニーちゃん、そうです、ね、これ今のミッキーと同じ日？そうなんです、同じ日で、うん、同じ全く同じ設定で、じゃあキャラがどっち側に立つかわからないんだ。わからないんです。あ、ただやっぱり逆光の方が僕好きなんです。いいよね。じゃあこの時ミニーちゃんは逆光側に一度られたんだ。そうですね、はい、じゃあ取ってって言われて、はい、こっちだったんだ。こっち側です。当然うわ逆光だってなるよね。まあまあまあ、イソと F2.8 でだいぶこう影になるのを防いだと思います、ね。あ、これ設定もう一回、シャッターはシャッター180分の1、 180、うん、F2.8 ISO800、 同じだね。同じです。じゃあさっきのミッキーとの違いは多分もう本当これですね、ストロボですね。光量、はい、光量です、ね。当然暗いからマックスだよね。そうですね、ほぼ2分の1かマックス、マックスに近い形で、ただ順光側だとこの窓が、うん、バウンス側になるんですけど、うん、逆光だとちゃんと分かる天井が、うん、あのバウンスになるので、うん、こっちの方が、まあ、明るくなるのかな結局。そうだね、まあ、明るくなるってちょっと語弊がありますね、うんうん、あのバウンスはこっちの方が成功しやすい。これ一発、一発です。すごいね。ちょっと運ですかね。それ運か、はい。はあ、このキラキラってこのフレアなんだけど、これを良しとするか、これはないわと思うか、人によるね。僕はこれはちょっとあの怖いので、まだ A4 印刷はしてないです。あ、本当。多分白飛んでますね。あ、本当、うん、あ、まあまあまあ、そういうのもいいっていう人ももちろんいますし、ね、うん、俺的にはこの環境の中で一番最大限にこれは撮れてると思うので、はい、もう位置取りとかは自分の腕ではどうしようもないので、もう通された先とキャラクターの気分で、はい、もうそこって言われたらもうそこで撮るしかないので、これに関してダメ出しとかとてもできないし、全然その環境の中にしてはすごいいい写真だと思うし、こういうもんだからね。友達にあらかじめあのこっち側と逆光側と順光側で立ってもらって、ある程度練習をしてからにはやってますけど、やっぱりそうだよね。ただまあそこまでどうだしなっていうのもありますね。話変わるけどさ、はい、バケパのさ、はいはい、BBB のミキミに会えるってやつで2回の逆光なんだよ ね、 ね、あれ似てるんだこれと、ね、でみんな撃沈してるんだあれ、ね、8万10万払って、逆光にミキミに立たされて、はい、はい、1人1枚ですでほぼ一発勝負でしょ。で大半の人は逆光で撃沈してない。そうです、ね、あれはだからちょっとあれ思い出した。あの DB のバケパ行くときはクリスマスの時期をするんですか、うん、あの夜だから違う。いや違うんです、はい、クリスマスツリーがまず1個あるんですけど、ああそうか、うん、あの逆光の中で冬が一番、うん、まあ、逆光じゃない。あ、分かる。暗いっていうか日が弱いし、あと夕方とか夜行くとほぼ暗いので。わかる、まあ、クリスマスが一番撮りやすい。わかる、行ったことないですけど、うん、夏行くと外の光強すぎて大抵撃沈して撃沈してますね皆さん。なんでそう、クリスマスはツリーがある上に比較的外の日差しが弱いので撮りやすい。なので七夕のバケパ、うん、うん、うわきついだろうな、まあ、失敗してますが、失敗してる人多いんですけど、うん、あのバレンタインのバケパは失敗してる人ほとんどいないですね、うん、暗いからだろ。だろ、やっぱな。そうなんですね。うわ、まあ、季節にも、季節のイベントですから。だよね、はい、逆光も季節。まあ、そう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 、それまた風物詩というか、そういうもんだからね。OK、バケパの BB は俺も行ったことないし、機種もない。ないです。ないんだが、まあ、想像つく。多分こんな感じ。いろいろありますからね。まず値段高いですから。ね。はい、まあ、この話からちょっとすごい、この写真1枚でそこまで話が膨らむってなかなかすごいよ俺ら。ちょっとカットしないかもしれないですけど、いや面白いから使うよ俺。まあでもちょっとこういうところで練習してから。そうだよね、はい、あのそうで部屋で F2.8 が僕は無理ですよ。どこで部屋で F2.8。 そうだよね。あ、ちょっとそれを言いたかったんですよ。ああ、そうそうか、BB バケボンもそうです。そう、今までキッシーがね F2.8 って言ってるのがソロでピンだからできるんだよ。そうですか。もし2人いたら右とかドラネジなんかで2人とかっていうと2人にピントを合わせないといけないので、
ちょっとでもずれたら2人ピントがずれるので、はい、あのそう明るいレンズで開放だ、ヒャホーイって言って、2.8 とか2とかでやると、はい、ピンボケで失敗してしまうので、2人とか複数のモデルとかキャラを撮るときは、ね、F2.8 とかはすごいリスクが高い設定なので、あんまおすすめしません。はい、あくまでピン、ソロの、で、かつ、ピンボケ怖くないよっていう人だけなので、はいね、4、5.6 なんかの設定も皆さん覚えてくださいってことですね。はい、はい、あと、まあ、あの補足ですね、オートフォーカスで多分ワンショット、うん、あのワンショットモードですね、うん、ピントのエリアかな、違うかな、ピントエリア、ピントエリア、ワンショットフォーカス、うん、AI フォーカス、うん、サーボ、 サーボ、うん、まずワンショットで必ずやってください、うん、で、あともう一個がですね、ここですね、AF ファインダー、ピントのエリア、ピントのエリア、これは僕はもう中央1点にしてます、うん、俺も中央1点だ、はい、この話はね、ピンボケするんだけどっていうピンボケの話のピンボケ失敗写真のレクチャー動画になるので、はい、今度言おう、そうですね、これだけで動画1本ぐらい撮れるので、あー、もうこれはこれはもう大変です、行き着くまでがなあ、OKOK、 はい、はい、じゃあホライズンこんな感じ ですね、はい、また15分だよ番外編のあのページやります、ね、okay、じゃあ一旦ホライズンはこれで、はい、はい、ありがとうございます。